法がない。アリシア。アリキ！メルキ、あれ！アリキ！助けに来たぞ！リオ！あれはイサラの飛行機だよ。時間がない。飛び移ろう。分かった。リオン、一体いつの間に飛行機を完成させてたんだ。イサラさんが死んだ後もオイラやクライス、それに小隊のみんなで少しずつ作業してたんす。イサラさんの夢をいつかきっと叶えようってね。そうだったのか。イサラ、僕とお前の夢をみんなが受け継いで叶えてくれたよ。メルキー、さーて兄貴、どこまで飛びますか。海の向こうだって行けるっすよ。帰ろう、僕たちの故郷へ。みんなが待っているガリアの大地。西暦1935年10月25日、ガリア方面軍総司令官マクシミリアンの戦死を受け、ガリアと帝国の間に休戦協定が締結された。7ヶ月余りに及んだ戦いは幕を閉じ、ガリアの地には再び平穏が訪れた。ガリア義勇軍第七小隊は終戦と同時に解散。隊員は各々の道を歩み始めた。最後に彼らの戦いの足跡を記して、私はここにペンを置く。
虫捕りに連れてってね。よし、今度は僕の秘密の場所に連れてってあげるよ。やったー。先生、また明日ね。ああ、気をつけて帰るんだよ。ウェルキン・ギュンター。ヨーロッパ大戦終戦後、大学に復学、ガリアを救った英雄として将来を嘱望されながらも、卒業後はブルールへ帰郷し教師となる。休日には子供たちと自然観察へ出かけるなど、一市民と変わりのない平穏な生活を送る。ありがとうございました。いや、お店の調子はどうだい？あ、ウェルキン、お疲れ様。今日はね、新作の釜焼きチーズパンの売れ行きがいいのよ。あれ、美味しかったもんな。ブルールのみんなも気に入ってくれたんだね。アリシア・ギュンター。終戦後、夢を叶えるため猛勉強を開始する。念願かなってパン職人の資格を取得。時を同じくしてウェルキンと結婚する。夫婦で協力しアリシア・ベーカリーを開店。安くて美味しいパンが評判を呼び、遠くからも客が訪れるほどの人気店となっている。ウェルキンは今日の授業どうだった？いやー、また質問攻めにあって大変だったよ。子供の好奇心と探求心のパワーには本当に驚かされるな。あら、私から見たらウェルキンも子供と同じようなものよ。そういえば、イサラは元気にしてたかな？いい子にしてたかい？うん、今ね、ママのお手伝いしてたの。パンをこねこねしてたんだよ。イサラのこねた生地で作ったパンね、お客さんに好評だったのよ。わあ、イサラすごいな。よし、僕も一緒に手伝おうかな。わーい、パパも一緒に作ろう。